どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。てことは全部すでが役、リュウです。さあ、本日はですね、世界一頭が悪いデッキをね、ご紹介していきたいと思います。あのエクシーズ召喚、エクシーズモンスターたちが実装されまして、いろいろあるんですけれども、このズババジェネラルというモンスター、本日の主役でございます。彼はですね、非常にですね、頭が悪いというか、脳筋というか、脳死おじさんというかね、という効果を持っていまして、1ターンに1度、オーバーレイユニットを使うと、手札から戦士族モンスター1体を装備カード扱いとして装備すると。で、このカードの攻撃力が装備したモンスターの攻撃力分アップすると、そういった非常に龍さん好みのね、脳死脳筋効果をね持っているんですけれども、ゴリラみたいな、モンスターですね。で、これに何を装備したらいいのかっていうのを、ちょっと相当かけまして、ですね、戦士族、で攻撃力高いの何かなって思ったら、やべえやつがいましてこれ戦士族なんですよ。俺ゲートガーディアン、なんかまさか、なんか魔人合体してから、なんか戦士ではないだろうなと思ったら、ゲートガーディアンめちゃめちゃ戦士族っていう。でですね、これなんと、このゲートガーディアンっていうモンスターなんですが、守護者将来っていうこの最強スキルで、これね、サーチできるんですね。これこのスキル、ライフポイントが1800減った後にガーディアンと名付いたも、カード1枚を手札に加えるっていう意味わからんスキルがあるんですけども、このスキルでゲートガーディアンをサーチできます。だからもう自分で2000減らすために、これゲートガーディアンです。これサイバルティックフュージョンサポートっていう、このライフを半分払うっていうカードなんですけども、一切今回融合しませんが、これを使ってゲートガーディアンサーチするっていう、そういったことができると。つまりこのデッキゲートガーディアンが5枚入ってるんですね。でですね、じゃあどうやってランク4を立てるかって話じゃないですか。ランク4エクシーズサポートっていうか、エクシーズサポートはどういうカードがありますかっていうのを、私ざーっと以前ご紹介したんですけども、動画の中で1枚書道っていうのがあるんですよ。それがこのシュトロームベルクの金の書っていう金城、これが、会長グラフと6枚体制にできるんですけども、これ鉄のハンスと鉄の騎士っていう4のモンスターを2体1枚で出してこれるんですよ。だからこれの1枚がズババジェネラルに変わるということで、これかなり強いと。でですね、相手の鬱陶しいトラップカードとか、めんどくさい、魔法あたりは、挨拶およびコスメサイクルで吹き飛ばし、相手のモンスターをズババジェネラルのを装備したゲートガーディアンを装備したズババジェネラルの5750にさらに1500アップして、なんか8000ぐらいでぶち殴るっていう、これが本日のデッキです。頭悪すぎ。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、お隠れ巨乳お姉さんじゃないですか。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。バランス、ブラックマジシャンかトラミッドといったところか。さあ、エクストラデッキ3枚、謎の3枚。さあ、トラミッドあった。さあ、トラミッドクルーザー、トラミッド永続トラップあんのマジめんどいんだよな。これ永続トラップさ、この挨拶聞かないんですよね。でも僕プレミアムの挨拶聞いたんで、セレクションボックス15万ぐらい課金して、なんかプレミアム挨拶聞いたんで。あれなんだろうな、あれな、それなんですか、それ、そのカード。ちょっと先に局長だったな、これ。先に挨拶できないやつはクズっておばあちゃんが言ってた。まず一発デュエルスタートの段階で局所打てないやつは死んだ方がいいっておばあちゃんが言ってたんで、ちょっと本当反省します。これは反省部屋行きですね。さあ、これは反省部屋行きだが、手札から局所的ハリケーンというか、いうなんか最強の挨拶をして、相手のセットカードを戻したいが、トラミッドのセットカードなんか結構永続トラップ多くて結構やばいけど、効果すかなってくれ。おはようございまーす。よし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 、シュトロームベルクの金の城の発動、おそらくコーカスかな、あのセットは。さあ、鉄のハンスを攻撃表示で召喚し、鉄のハンスのモンスター効果を発動。デッキから、鉄の騎士を特殊召喚。さあ、これが1枚でランク4。これがシュトロームベルクの力。鉄のハンスと鉄の騎士でオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよズババジェネラル。そしてズババジェネラルのモンスター効果発動、手札の戦士族モンスターを装備するぜ。オーバーレイユニットを使って、そして一応効果発動する一応効果発動して、会長グラフの効果でシュロームを持ってきて、手札でマジックカード一気火星発動。脳死おじさんすぎる。
これが脳死戦術よ。これがエクシーズよ。わかったか、イシズイシタール。これが高校ワンキルの申し子、外役実況者 R 氏の実力ですよ。さあ、お相手の方、フェニックス江戸さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。マグネッツフィールド。おー、あー、オッケー。デルタオッケー。あ、デルタオッケー。これ、的あるじゃん、的。デルタは的ですからね、基本的には。デルタは的。ガンマ、ベータとかガンマとかが いると、ちょっとね、若干めんどくさいじゃないですか。その、守備表示で、デルタ特殊召喚されてなんかダメージ取んなみたいなね。まあ、そういう場合はヒートハートとかをね、まあ、環境によって切り替えるっていうか、環境によって切り替えるほどのデッキじゃないんだけど、これ。あ、バックラインですか？甘えてません、それ。それは甘えてますね。1600でしょ、5750だから、これ普通になかったかじゃん。シュトローム・フェレクの金の城を発動したいんですが、よろしいですか。まあ、1体だったら一応これね、なんかね、そのどうだろう、これ動画化するときは結構この深淵の宣告者はなんかいろいろカード変わってるかもしれません。まあ、供物になってたりとか、息かせになってたりとか、ヒートハートになってたりとか、まあいろいろあるんですけども、それは本当相手のデッキによるんでね。これに関してはその相手モンスターを貫通するし打点上げるみたいな、なんか装備魔法みたいなのあればいいんですけど、それないのでさすがにね。そして鉄のハンスの効果を発動。デッキから鉄の騎士を特殊召喚。さあチェーンがうるさいぞ。さあ特殊召喚するんだったら早くしていけ。まあどっちにしてもお前のデルタは逃げれねえかな。さあレベル4と4で、鉄のハンスと鉄の騎士でオーバーレイみたいなモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れよ、ズババジェネラル。そしてズババジェネラルのモンスター効果発動。手札のオーバーレイント1つ使い、手札のゲートガーディアンを装備。強すぎる。なんだこの最強デッキは。そしてこのままバトルフェイズはクリボールあんのか。クリボールあるんだろうな。バトルフェイズだ、クリボールあるんだろうな、クリボールはよ。こらねえのかよ。遊戯王はドッジボールだって言ったろ、ボールぐらい持ってこい。さあお相手の方、光と闇の仮面さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。光と闇の仮面は珍しいですね、非常に。そして手札はかなり強いが、あ、セットカード、セットやめろよ、お前攻撃表示でモンスター出してこいや。鉄の騎士いっちゃった、まあいいや。鉄の騎士もね、戦意速なんで、一応ね、ズババジェネラルで装備できますんでね。全然、なんてことはねえ。シュトローム・ベルクの金の城発動。シュトローム・ベルクの金の城、やっぱ1枚ランク4は強い。普通に。この1枚がランク41、1体になるって、やっぱかなり強いよね。これ。他1枚城ってあるのかな、今。結構探したんですけどね、レスキュー系の、レスキューラビットとかそういうのないじゃないですか、まだ。リクスにはだから1枚なんかランク4って結構意外となくて、シュトロームがかなりやっぱお手軽にランク4行ったり立てれるんですよね。さあズババジェネラルをエクシーズ召喚していく。そしてズババジェネラルのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、自分の手札の戦一足モンスター1体を装備。もちろん装備するのはゲートガーディアン。脳死すぎるだろこれ。これ何これ、このモンスター。あーオクトロス、なるほど、オクトロスデスガーディウス。あ、なるほど、仮面魔獣の下準備だ、つまりターン終了だ。仮面魔獣の下準備、仮面魔獣デスガーディウスちょっとやばいか。デスガーディウスちょっと、まあ、シュトロンウェルがあるから、まあ一応多分これ死なないけど、コズミックサイクルはきつい、やばい。あ、そっちなの。あ、そっち、なるほど、そっちは、なるほどね。でモンスターをセット、はい、モンスタースキルやばいな。デスガーディウスあれパクるんだよね、あれ。え、でもシュトロンベルクあるぞ。仮面魔獣の下準備 OK。 きつい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 、それもきつい。で、デスガーディウスどうですか、守備表示ですか。まあでも言うてシュトロンもあるからなんとかなと思うんだけども。さあ仮面魔獣のデスガーディウスが特殊召喚されていく。さあかっこいい召喚ムービーやっけ飛ばす。オクトロスでもう一回サーチ入る。 OK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 、 ちょっとパクられるのきついな。でも待って、俺パクられるのきつい。あ、え、おい、それダメージ食らうぞ、それダメージ食らうぞ、それ。え、忍者聖衣、え